どうしたら人はこんなに強くなれるのでしょう。さあ今年の全日本選手権男子シングル王者の登場です。思えないような圧巻の演技で見事5年ぶりに全日本チャンピオンに返り咲きました。その王者の名前がコールされます。誰もが先行きに不安を感じ葛藤する中、頑張れば必ず希望はあると演技を通して私たちが励ましてもらったような気がします。一日も早く希望に満ち溢れた春のような日々が戻ってきますように。Representing Japan in the World Figure Skating Championships. 男子優勝王者羽生結弦、春よ来い。羽生結弦の思いが詰まったプログラムです。春よ来い。羽生結弦さんでした。大きな拍手が送られてます。そして丁寧に答えます。荒川さん、どのように感じられましたか。もう見入っていましたね。やはり羽生選手が伝えたい思いというのが音楽の一つ一つの音とともに届けられてきた、そんな時間になりました。素晴らしい演技を届けてくれました羽生ですが、荒川さん、ここに至るまで暗闇の底に落ちたような時期もあったそうです。そうですね、やはり羽生選手が
この先どういうふうに過ごしていくかということを自分自身も今一度見つめ直した時間でもあったと思いますし、コーチ不在で一人でここに向かってくるまでには本当に大変なこともたくさんあったと思うんですけれども、やはり羽生結弦という人は戦うことを見せ続けてくれる、身を捧げている人なんだなっていうことにも驚きですよね。苦しかった時、この春よ来い、そしてロシアより愛を込めて、この両プログラムを滑って、やっぱりスケートが好きなんだな、そう感じたそうです。さあ再び羽生結弦がリンクに戻ってきました。早くも手拍子。今日一番の大きな手拍子です。踏んでいるということを忘れてしまうほどパフォーマンスがすごいですよね。会場一つにしました羽生結弦、すごいスケーターです。羽生結弦さんでした。一瞬でこう空気が一つになりましたね。いや本当ですよね。ですのでもうショートということを忘れてしまう時間でもありました、はい。一つ一つ丁寧に答えます羽生結弦の姿です。常に大変な思いをされている方への言葉を届けてくれる羽生です。でその中で自分たちに何ができるのか、スケートと言葉を通して私たちに伝えてくれました。柔らかな時間、幸せな時間を今日も届けてくれました選手たち、そして羽生結弦です。